今ちょっと待って、今違うっていう時にさ、俺の股間の方ちらっと確認しなかった。どうなる次は奈良のマライシに行ってきます。行ってきます。マライシって何？マライシって何？いや、マライシって多分マラじゃない？え、マラって配信できない。さあ、マライシへ向けて出発。テンションは高いよ。テンションはね、すごい良かったもん。ここも吊り橋、今のところコーディネスフィーが出てる。ナイスコーディネスの上ってことだよ。やっぱりね、コーディネスフィー、コーディネスフィー。フィーって何？いや、フィール、フィール、コーディネスとフィーリングすごくあったよ。あー、なるほど。あー、コーディネスフィー、コーディネスフィー。さあ、そろそろマライシの付近だと思うんです。思うんですよ。実際何なんだ、ね、マライシってのはまず大きいのか小さいのか。そうだね、何なんだよ。あ、でも看板が出てるって言ってたじゃん。言ってた。どう、何を見つけたらいいの俺たちは。マラっぽい石ってことでしょうね。さあ、この辺りのどっかにその目的のマライシがあるとはずなんです。さあ、どうでしょう。どうでしょう、マライシ。さあ、どうですか。書いてあるな。あ、ありました、ありました。この看板すごくない。まず見て、もうマライシストーン。マライシストーンなんだ。さあ、100メートルぐらい歩いてきましたけども、さあ、ゆうやさん、どうですか。どうですか。はい、どうですか。俺はもう見たぞ。あ、ありました、発見した。あ、すごい。どこですか。あ、これだなっていう。さあ、ちょっと暗くてよくわかりませんけど、どれですか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 。これでしょ。ちょっと照明さん、照明さん、ちょっと照明さん、ちょっと大丈夫ですか。これはちょっと。なるほど。いや、これです。皆さん。いやー、ついに発見しました。これはちゃー。村にある謎の石像物の一つ、謎なんですって。とりあえず謎で男性器を申したもので、本来はまっすぐ立っていたと言われている。年月についてここをやっぱりこう下がってきちゃったんですよね。地元では飛鳥川を挟んだ対岸の丘陵をふぐり山と呼び、マライシと一対のものと考えて。だからすげえ、 あっちにお山があるんですかね。お山、子孫繁栄とかにもやっぱり関係してるものじゃないかって言われてるよ。待って、ってことはさ、これもう別にもう何の隠しようもなく、もうあれってこと。そうです。もうそうだね。そうですよ。マライシ、マライシですか。じゃあ、その皆さんちょっとこう分かんないと思うんで言っとくと、はい、これ火星ですね。いや、違う、新星これ。今ちょっと待って、今違うっていう時にさ、俺の股間の方ちらっと確認しなかった。ちょっと心外なんですけど、ちょっとどういうことですか。あ、じゃあ待って、構成してください。いや、無理や。顔に来る。構成するとしたら、だから顔のところにこの石がこう、うん、みたいな。それは参るでしょ。いや、でも本当に、いや、あ、そうですね、ちょっと拝んでおきましょう。ちょっと、まあ、拝むのが正しいかどうかわかんないですけど。ちょっと何出そうとしてるんだよ。おかしいもう行くわ。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。マライシでした。はい、マライシを今見てまいりました。マルしてください。お願いします。これもビンゴでしょ。聞こったということで、娘が揃ったので、このマル秘のところもですね、オープンすることができます。やったー、やったやった。あれでしょう。今取れんか。何でしょう。はい、はい、オープン、オープン、オープンさせてもらいますね。失礼します。せーの、オープン。何これ。取り出してください。ちょっと待って、何これ。いや、ゆうやさん、ゆうやさん、何バカなの。秘密は公開ですよ。いや、おかしい。ビッグダンスカッシュ。いや、こっからこのお店おかしいでしょ。ビッグアタビー大阪。ビンゴしたんだよ。ビンゴが成立するまで帰れません。これなんて書いてあるこれ。マルヒ、これはビンゴは成立してないの。マルヒが成立したんだから。そうバカ野郎。聞きましたか、今の話。ずるくないですか。あります、こんな話が。見てください、あれからこれだよ。いや、俺はね、正直ね、このね、
1個がね、さっきの1個でね、あーっと広がって、もうちょっとやんなきゃねみたいなことだと思ってた。さっきまでのことなかったことになる。これ白紙じゃん。白紙っていうかさ、これもう墓じゃん。これは怒るよ。これはさすがにもう怒る。今日1時、これは怒るよ。今日何だったの？今何時？いやさ、今何時？もう11時っすね。もうちょっと何個か目に入ってきてる。そうなの、そうなの。まあ、スカッシュはね、もう元々知ってるところですごい行きたいんですけど、まずいきなり1番目に。たこ焼き部屋体験、坊主って書いてあるけど体験っておかしいだろ、お前切ったばっかりね。スペシャルは沖縄のスーパービンゴの時と一緒で行きたい時に行ける。でも2がオフ会会、オフ会…でもちょ、言えないわ。地獄の、地獄のどういうとこか分かんない。王道でしょうね。おみくじ、おみくじいいね。もうすっごい狭いよ、かなりマニアックな。ダックツアーもなんか分かんない。何ダックツアー、水陸両用、新世界で焼き氷、これは100年前のメニュー。渡り船、あの日本一低い山、日本一低い山。ハーフマラソンチャレンジ、監督が意味が分かんない。ハーフマラソンがやれるわけねえだろ。じゃ何笑ってんの。いやお前笑ってんじゃねえ。笑うんじゃねえだろ。ここリトル沖縄も分かんないし、リトル沖縄大阪なんだよ。大阪日本一安いたこ焼き8個50円と。すごい原価割れしてんだろこれ。はい、次オムライスの師匠の店、超興味ある。昔の元祖大阪みたらしなんか美味しそう。巨石団長みたいな。面白そう。何これ。日本一長い商店街、元祖きつねうどん、元祖きつねうどん、豚まん、たこ焼き体験、いくらおじさんの店、焼きたてチーズケーキ、お好み焼き、大阪城を食う。いやもうかあれ、はい、ここはここフリー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 でいいフリーでいい。あーびっくりした。フリーを開けるための今までだったってことか。あ、そうそうそう。あ、そうか、今までやったからフリーが開いたと。そうそう、ふざけんなよそれは。それでどう、楽しい。いや、つまんねー。全然つまんねー。大阪逆嫌いになりそうだよ、お前のせいで。じゃあ、俺がまず聞きたいのはダクツァで、スカッシュバー行ってお好み焼き場を食べて、なめられて、豚まんだから楽じゃん。楽、一番いい。これすごい。俺もこれも選ぶのなかなか引かれない。なかなか選べないでしょ。いや、俺たちの引きを見といてくださいよ。わ、引き立つ出てきた。まあ、お願いします。本当に、本当にお願いします。これ、本当にお願いします。何番？何番？4番！4番！すげえ！すげえ！すげえ！4番！天才！すごい！天才！天才！いや、これ超…今、ちょっと結構距離あるんだけど、大阪に行こう。そう、とりあえずね。もう、で、ダックツアーの場所は大阪だよね。大阪、大阪。全部大阪。これ大阪だから。全部大阪。大阪ビジネスだね。今までの今日やった人気は全部ギャグだから。じゃあギャグの…お前のギャグ疲れる。質悪いよ。なんだとこの野郎。ギャグの質悪いよ、お前。こっち必死だぞ。お前聞いたとかさ、お前やったー、ハイタッチまでしないんだけど、とりあえずさ、お前帰れよ。大阪に行きますよ。せーの、わかんねえよ、この中でも忘れてる。おはようございます。おはようございます。え、朝一鉄ってあり得る。あー、あった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 。ここですか、ここですか。赤鬼キャラ、赤鬼キャラ、赤鬼キャラ。へへへへへ。あー、終わった終わった終わった。あー、もう無理だ。あー、もうやだ。あー、やだ。いけたいけたいいじゃん。いけたいけたいいじゃん。君に伝えよ、君が好きだよ。登録してね。